週間のお天気をお伝えします。この先1週間は周期変化となりそうです。このあと3連休中ですね、5日日曜日にかけては晴れやいこのところ多くなっていますが、前線の影響で雨の降るところもありますので、最新の気象情報を確認をしてください。そして週明け6日7日は低気圧が日本付近で急発達する影響で荒れた天気になる可能性があります。雨風が強まりますので注意が必要です。そしてそれ以降ですね、8日になりますと天気は回復する予想となっています。気温の方を注目して見ていきますと、この先1週間期間前半を中心に気温は高めとなりそうです。東京は明日26度、そしてその後も24度前後の日が多くなりそうです。そして1週間の中でも気温のアップダウンが大きくなりますので、体調の管理気をつけてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリで確認いただけます。